ネットを取ったクルニコワ。フォアに回り込んで打ちました。チャンスボール、見回しから軽く処理しました。クルニコワペースでポイントを取りました。このハーフボレーもね、状態全然ブレてないですよ。強打しました。ネットを取る。これはすごいパス。フォアのサービスです。2ゲームス2-1、クルニクワが先にブレイクしています。簡単に、うわーすごい。いやスライスサーブでセカンド入れましたが、リターンエースが出ました。そうですね、セカンドサービス少し回転でスピードあまり出してませんよね、はい、ちょうどフォアのダブルフォルトを出しながら勝ったというゲームがありました、はい、サービスっていうのは自分のリズムで行えるものですから、はい、よくそういうまあ、プレッシャーがかかって打てなくなることがあるんですよ、トスが上がらなくなったりうまくスイングできなくなったりですね、はい、まあ、ストロークの場合は向こうからボールが来ますので、まあ、そう考えてる暇がないですよね、はい、さあここはチャンスボール、あ返した、バックハンド反応しました。このアドスはキングスと組んで見事優勝しました、はい、あのバックハンドのハイボレーなんかは、あコードボールが、これはラッキーバウンドになりました。まあ、あの左利きのフォアのような、あの、ね、打ち方ですよね、はい、これが得意のショットです。ですからクレーマーのサーブはなかなか加速ができないですから、あまりこうスピードが出ないんですね。引いてからボールに当たるまでの距離ですね、ネットを取りました。初めてです。あーネットポイント。入っている。ネットを取ったクルニコワ、このボール今度アウト。2つ目のブレイク、いろんなことをこう試しながらというところなんでしょうか、はい、あ今度は出ました。いいリターンが返ってきました。そうですね、片手で打ったような感じになりましたが、うまく落とした、拾えるか、決まりました、ここも逆をつきました。久しぶりにサーブ、そういう理由があるわけですか。これもいいサーブです。うまく流しています。いかがでしょうからね。ダブルフォルトもこの試合まだありません。うまく振っています。フォードボールは入りました。ここはダウンザライン。今度はクレマーが攻める展開、切り返す、クレマーが打ち勝ちました。いいラリーだった。そのジュニアの頃からそういう選手じゃないとなかなかね、こう世界の厳しいところで戦っていけないっていうのはあると思います、はい、いいサーブでした。コースボールがまだ空中にあるうちから、クルニコワはもうセットを落としたアーナ・クレマーのサービスゲームです。さあしかし今のポイントでブレイクポイント、あーダウンザライン決まりました。第2セットの立ち上がりの、これはいいリターンからチャンスボール、グランドスマッシュ、プレイスメントしかないですからね。なるほどね。入っています。ギリギリいっぱい。オープンコート。
追いつかない。このペースが掴みかけているようです。うまく流しました。まあ、先ほどもありましたが来ますからね、その流れに乗ることができるかどうかです。はい、長いラリーになりました。ああ、クロニコワクロスに持っていきました。最も簡単に2人ともコース変更します。そうですね、それもこういう状況でやはり回り込めるというのは余裕があるということですから、はい、コースを変えているクロニコワ、ネットと取ってドロップショット、ゲームポイントが最後はノータッチです。この試合ネットを取るストレートクロナード、うわー、すごいリターンエースが出ました。でしょうね、あの使えっていうことはないと思うんですね。はい、ラブ、あー、一本で決めました。クリニコワうまく流して打ちました。入ってますか。ナイスショットですね。いやー、クレマーはしかし今アウトじゃないのと、抗議してますね。ラブ、はい、いいクロス、オープンコート、いいリターンエース、バックへ来た、いいリターンからそのままドライブ、ドライブボレー決めました。大きな、いいサーブ、もう一度ネット、ここはスマッシュ、うわ、ボールガールに直接当たりました。ネットポイントも9本決めています。ここはクレマーよく拾う。10本目のネットポイントがデュースです。最後は落ち着いて仕留めました。ゲームセネットにかけてアンナ・クルニコワ、今年も東レセミファイナル進出を果たしました。6ゲームスと4、6ゲームスと2、ストレートでクレマーを下しています。お母さんも安心して見られたゲームではなかった。